んじょうです。今井さんです。水です。今回ですけども、前津さんが持ち込み企画ということで、はい、まあその持ち込み企画というか、これに関してはもうそれ打ち明けられなかった、まあ、悩みというか最近のショックな出来事というか。ニキビですか？いやいや、ニキビは逆にそれ企画そんなお前の悩み、まあ悩みっていうか結構大事なので、まあ、その言いづらかったことをちょっと言おうかなっていう。カミングアウト的な。カミングアウトでも協力してほしいね、単純に3人に。そのまあ光にね、僕は以前シャネルの時計をずっとつけてたやつをもらったんだよね。俺がだってあれは19とかの時に買ってからずっとつけてた、本当に、まあ、縁起のいいシャネル、成り上がりシャネルっていうでつけてたわけですよ、僕もずっと。ただそれを、まあ、言いづらかったのになくしました。え、いつ？いや、それが1週間以内に気づかんかったんやけど、なんか俺の中では光の家で撮影するからずっとここ置いとけばいいと思っとって、置いとったっていう、その今頭の記憶では。でもそれがなんか2日前ぐらいないなと思って、ちょっとあれここなくなっとんみたいな、この場所に置いとったはずやのにみたいな。なるほど。でもさすがに探せばあれあると思って、昨日ここをめっちゃ探した、俺一人で。この家をね、リビングね。ここさすがに光にも悪いしみたいなとこあるわけやん、光からもらったもなくしたわけから。で探してなかった、とりあえず。なるほど、ね、で家も一応探したわけ、自分なりに。でなかったで、まあ、飲食店とかも考えたんやけど、タクシーとかももちろん、でもそんなところ俺は普段つけていかへんよ、基本撮影でしか使わへんから。なるほどなるほど。大事にしとったから、そこそれやっぱり。もうでもなかった、それも結局。でもさすがにこれ伝えとかへんかったらまずいし、まあ調査的にもある動画は絶対見とかあるし、どっかあるんじゃない、それやったら。確かに。俺もそう思ったわけよ。俺も最近帽子をなくして、とかぶってグッチのハイブとかやつなくして、で家の中探してなく、帽子に関してはおそらく俺タクシーの中に置き忘れたからっていう、なんとかイメージで覚えてないけど、だからでも私、俺もそれもいつの間にか消えとって、いつなくしたかすらわからんみたいな。まあでも俺もそれにちょっと近いというか、まあ、近いやつだから。でも時計ってさ、つけていけば外さないわけ、基本時計ってあんまり、まあ、ほんまに外さない、まあ、飯食う時にワンチャン外す人もおるけど、そもそもつけていってるわけよ、外で。つけていかへんの、俺も。ってなってくると、もう家の中でなくなるってことは、どっか行くってことは、まあありえへんわけやから。そうだ、だからパターンとしては、もうこの家にあるのか俺の家、多分その2パターンしかないなと思っとった俺は。まあ、この家ちょっとあれとうから、いろんな企画とかするたびに物がめっちゃ置いてあったり、こういうぬいぐるみの下とかに埋まっとうみたいな可能性もあるわけだから、一回で探してみる。全員とりあえず掃除も兼ねて、ちょっとリビング探します。カメラで映せないから汚いとこいっぱいあるんで、もうとりあえずカメラ外で一回全員探すか。探そう。じゃあ一旦とりあえず一旦探そう、とりあえず。はい。でもあったどうする、普通に。いや、普通はありがとうやろ。ありがとうございます。そんなとこ置かへんの。置かへんの、こんなところ俺絶対。下とかに入っそうとかないんだな。いや、マジで結構探したよな。俺のイメージでこの机のこの中に置いとってんの、ほんまその光景も覚えてないけど、でもいざ見てみたらなかったっていう。なるほどね。そんなん気にしてへんやん、誰も。俺は食卓のテーブルの上にあったら覚えておけど、名前に。まあまあまあ、そこで記憶がなくなったの。名人とか編集したとかやろ。あ、そう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 。だからこの2箇所に絶対置いとって、どっちかが思っとったから、気づいた時もあれやろと思ってた。俺結構探してないから、さすがにやばいなと思って。探せるとこが結構、まあ限られとるっちゃ限られとるから。めっちゃ前にあったさ、あいつが間違えてゴミに捨てとったみたいなパターン覚えとる。あ、メガネやろ。そう、俺のメガネを前さ癖でなんか、例えばテーブルの横にゴミ箱あったら、それを気づかずに落として戻ってゴミ箱に。あ、でそのメガネなくしたことあって、前さで、ワンチャンその可能性があるとしたら置いてやって、時計でも、いや、メガネも時計も一緒くらいやろ、言っても。無意識のうちに肘当たって落ちとったとか、そのレベルでゴミ箱にたまたまで、あそこゴミ箱の位置見てよ、だってテーブルの下にあるやん。で、あそこ落ちてとかっていうパターンもありえるからな。まあさすがに気づくか、音すごくなるやろ、気になるな。だってあんな硬いし、めっちゃ。まあでも可能性としてあるもんな。この家になかったとしたら、もう前すでにしかないんじゃない、外に持ち歩いてへんっていう、あれが確かな。それは確かやな。俺はなくしたくないから置いとこうと思って、家に中に絶対なくしたんやろっていう考えのもとおったから。確実なんやけど、それは正直確実やな。ゴミって結構捨てとるあれやろ、常に。そこを探せへんやん、さすがに。車の中とか、ロケバスの車の中、バチャあるかもしれない。車の中って結構あれガチャガチャしとるから、そことりあえず行こう。片っ端が探すしかなくない？確かに確かに。これ正直やと、バチな話だって。ガチで俺そっか、もったいないし。基本の1日は俺やっぱ編集してから、もうずっと探しとって。気になってたか、ずーっと気になってたから。あれや、それもう頭離れへんみたいな、それが。とりあえず探し行こうじゃん。行きますか。まずはこっちの席座ってたんで。そっちっすね。あるとしたら、でももうこの辺、ここら辺とかじゃん。シートの下とかある、その辺。ないっすけど。ないな。ないないか。ここはないか、普通に。前さんの家ちゃう。確かに家は可能性あるな。もう前さんの家行こう、とりあえず向かおう。とりあえず向かいます、今から前さんの家。いや、マジで前さん記憶を辿っていってさ、俺の記憶を辿ったら、やっぱりそのあの家、光の家か俺の家っていうところにしか辿り着かへんのよ、マジで。いや、もったいないってもあるし、本気で探して無理やったらもう仕方ないけど、俺も帽子めっちゃ探したけど見つからなかったもん、結局。やっぱで、あれ限定品やったから、探してもないんすよ、あれ。買えないですよ、ね。お金とかじゃなくて、本当になくても。で、その中古でもないんですよね。ぐらい売れとるやつやったから、仕方なくもう諦めたっていう、あれに関しては。マジでほんまに。どこなんやろ。あ、前さんのやつ、光さんからもらったっていうのはでかいです。まあまあね。それでかすぎる。同じの買ってもっていう感じですもんね。確かに確かに。しかもあれ、同じ方あるんかな、今あれ。ないと思うね。まあ人気の方で、J12 っていう、シャネルの定番の一番売れてるその時計のシリーズなんですけど、あれも古いやつやから、多分ちょっと新しくなっとんかな。ちょっとだけ文字盤が変わっとんとか、そんなレベルで変わっとんかな、わからんけど。まあでもなんか、なくすのってでかいわな。いや、
くすんとわけが違うやん。ちょっとこういうのもないけどさ、結構でかくない時計なくすって。ずーっと考えたもん。やっぱり俺なんなら撮影するとかになっとったわけ。それどころじゃなかったもん俺からして。やっぱりそれがもうちらつくというか、ずーっとどこにあるやろみたいな。しかもまあ最近ニキビ治療へって顔もめっちゃ真っ赤くなってるから泣きづらに蜂みたいな。ダウンタイム終わってニキビできて、でそのニキビを消すためにもう一回ダーマペンを今日やってきて、で今ダウンタイム入ったのにそれですよ。またそれちょっとちらついとったんやけど、ダウンペン行く前から。でもあるやろなって正直、さすがに家探したら。確かにモノなくした時ってどうせあるやろなって思うやん。まああるやん。ああ確かに。俺もだって過去グッチの帽子とあと指輪もなくしとるし。指輪も結構高かった、ね、指輪もなくして同じの買ってますから。指輪なくしたんすか。指輪なくして、マルと遊びた時に指輪どっか消えとって、それ買い直した。同じやつこの日に。値段もんかだから40万ぐらいなくしたの。高くだよ。でもそれ以上俺今やばいからな。まあ、値段的に言うとあれもまあ100万近くするやつ。やばいって、まあ、しかも値段とかじゃなくてもやばいわ、プラスで。あれきついな、なくすとやっぱダメージでかいよな。そんなの言って俺も最近ヒカルさんの言うでエアポッドなくしましたからね。そう、お前が悪いやろ。エアポッドなんか思い入れもないやん別に。いやいやいや、メジどう思うよ。いやまあ金額が違いますからね、まあまあ、やっぱ一緒にされるとしんどいっすよね、こっちは。一緒にされると確かに。ちなみに名人なんかなくしたことある？いや、大人になってからないですけど、やっぱり昔はゲームとかなくしてましたね。ああ、ショックやった。いや、ショックでした、そら。買えないっすもん、自分で。俺も修学旅行行って、修学旅行のカバンなくして。びっくりした。びっくりした。俺びっくりした、マジで。リアル。みたいな。気づいたら手ぶらやったんや、俺。みたいな、荷物持ったのに、気づいたら手ぶらやった。みたいなって。やば。あれだ、これカバンどこ行ったっけって言って、なんかマクドナルド置きっぱなしやって俺。まあそれ見つかったけど、とかめっちゃ俺なくすようなもの過去を振り返ったら。だからあんまカバン持たへんようにしてほしいな。俺カバン持ってないやろ。それはもうなくすからね。リュックになってからまああんまなくさなったけど、やっぱ大体でもないなって言ってちょっと探して出てくるやん。それがほんまにないっていうパターンやばくない？マイさん、しかも俺が物なくすたびに言ってきた言葉があって、お前そんななくすとおかしいやろみたいな、ちゃんとしろよみたいな言ってきて、一番高いなくしようかな。これやで、これはざまや。やば、人に言えないっすね。人に言えへん、ほんまに。まあ言えへん。物なくした時ってほんまに嫌な気持ちになるの、めちゃくちゃ。ああ、なるほど。お金以上の損した気持ちになるの。ずっと考えてます。100万円失うより、100万円の物を失う方がなんかダメージでかいというかさ。ああ。なんかわからんけど、めっちゃ損した気持ちになるよな。しかし、ギャンブルでその負けるとか。あ、そうそう、それよりちょっと嫌な気持ちになるよな。ずっと今もまだ、もうやばいなって思っと。どうする？逆にもう見つからなかった場合、OK。一旦時計はもうなしでいく。いや、まだまだなしでいくしかないからって、一旦今。まず買ってそれなくすっていう恐怖もあるもんな。まあ確かに。まあ、ないんやろうけど、でもまあ次から絶対気をつけるんやろうけど、まあ管理が甘かったから、ね、結局思ったの。そこに置いとけばいいっていうか、もうずっとだからちゃんと持ち帰って、まあ、毎回箱に入れるとかね。だからなんかその固定した場所に絶対置いとくというか、ケースみたいにしまっとくとか。あーミスター。まあでもまだ分からんやろ、前さんの家にあるかもしれんから。可能性としてはもちろんあるけど、一回俺箇所は見たからある程度。もう一回とりあえずさ探してみてって感じじゃない？まあ確かに。まあもうなかったにしろ探すしかないから。まあ、はい、じゃあ前さんの家の近くまで来たんで、はい、今から行きますか。じゃ あ、うん、俺だけで大丈夫です。でももう行った方がいいやろ、普通に全員でも探すやったら。結構なんかその彼とかロケマスとかメジュさんがバレた時に結構めんどくさいです。俺は4人にパッて行って、あ10人の人とかにこう色とかで あみたいになってたらバレてもらえなかった。とりあえずじゃあもうめっちゃ探してきてほしいね、とりあえずくまなく、うん、あもちろんもちろん、ごめんやけど追ってくれ、行けるわ。なんか見つからなさそうな感じせんやん。確かに結構そんな感じするやん。結局出てきませんでしたって感じ。まあちょっとじゃあ待っときたいと思います。ないよ。めっちゃ長かったけどな。確かに。いやなんか隅々を探して、やっぱその記憶の中を整理したわけ俺の中で、うん、探しながら。でやっぱり俺絶対家に一回持って帰ったんやけど、その持って帰ったやつを結局この家って撮影せえへんのか俺って。だからやっぱりその光の家に置いとこうってなって、確実にあの家に置いてきましたね。絶対言えないやん。絶対言えない。もうそれしかない。だって、記憶たどったけど、確か俺、一回持ち帰ったことあったね、あのチャイナの時計を家に、うん。で、机の上に置いとったの、それを。でも、あっちに置いた方が撮影時に取りに行くのめんどくさいわけやん。使いたいってなったら。だから絶対、撮影時に使うのあの家やなってなって、あの家に置きに行ったとこまで絶対言えない。あの家もう探すとこある？あのリビングしか絶対もう移動せんわけやん、前から。確かに。もう絶対リビングやな。もうだから断定して、あのリビングやります。リビングになかったやん。あ、そうおかしいな。そんな誰かが持っていくってわけでもないやろうし、欲しくないやな。ほんまに俺記憶どう辿ってもほんまにゴミ箱捨てとって説あるんじゃん、マジで。いやーないと思うで。あんなもんゴミ箱捨てれへんやんって。めっちゃ重いやん。そらそらそうやけど、前もそうやって言っとってメガネ捨てとったから、メガネもだって普通に考えて捨てへんやん。っていうところ捨てとかの前捨てたもん。無病みたいなとこあるんだもん、もしかしたら。意識してて俺でなんか変な動きしとうみたいな。俺もないと思うけど、ありえへんわけやん、そんな時計を捨てるなんて。
ないわけやからな。それこれがその視聴者からしたらやらせてかどうか分からへんからどうせ出てくるやろと思ったかもしれんけどないやつほんまにないからほんまに動画出てこんから多分このまま行くとガチな話ほんまにその記憶をたどってもそこでしかないんだ俺の中絶対その飲食店とか行った形跡はほんまないやんあの時計を一回じゃあ行ってみますかじゃあちょっと俺の家戻りたいと思います、はいはい、では自宅戻ってきたんですけど、まあおそらくね、こっちからこっち側にね、前線の時計落ちたんですよ。まあ俺が覚えてるのはここに落ちたこと。4人共通でここに落ちた記憶はあるんですよね。で、ちょっと前に、この段ボール、荷物をここに入れたんですよ。このタイミングで、あそこの端っこの机とかも、軽く整理したり、なんかいろいろ物を整理したっていう記憶もあるんで、もしかしたら、どっかに埋もれてるっていう。そんなことあるんだなって思ってないけど、調べないよりマシかなってこと。一旦これ、ここにある机の上とか全部のけて、一回綺麗にしてみようと思います。片付けたんですけども見つからなかったですもんやっぱり、まあ、もしかしたら出てくる可能性もある、まあ、可能性あるとその1ヶ月2ヶ月してこのとこあったんやみたいなことってよくあることやからいやまあまあそのあんまり考えすぎてあれやからもう逆にもう仲良かったっていうそっちの方がいいんじゃないそっちの方がいいと思うずっとずっとそこに神経取られるというか時間取られてもあれやから終わりますこれで、うん、まあ貴重品は大切にっていうかきっちり管理して保管しようかなっていうことやな、まあ、まあ自分買ったものやったら別にまた良かったんやけどまあその人にもらったものというか受け継いだものみたいなとこあったから、まあ、正直やばいなっていうとこっすよねやっぱりお金とかになはい、そんな感じで今回の動画でガチで前さんがシャネルの時をなくしたというネタでもなんでも本当にガチのめちゃくちゃへこんでるという動画でした皆さんも気をつけてくださいじゃあ今回はこれで終わりますありがとうございました。じゃあ乾杯する。まあ、乾杯するかも、酒飲む。まあ、吹っ切れる方がいいんじゃないやっぱ、乾杯して。酒。まあ、まあ、メニンじゃ買ってきてよ、酒。わかりました。得意やで、それ。任せてください。メニンでも、ここ最近の酒で一番楽しかったやつやったから。マジで。